はいどうもこみです。本日は GS さんに来ております。いやーやっぱね GS さんの攻めは面白いのがいっぱいあってね、見応え十分なんですけども、今日は、クラン対戦リングからタウンホール14見ていこうかなというふうに思っております。で、その中でも特にですね、サビ衆と言われるドバッと陸ユニットを全部出していて、あともう呪文もね序盤にほぼ使い切って終盤は見守るだけという、なんで寂しゅうっていうかっていうと、まあご存知の人は、ね、当然ご存知だと思いますけども、こんな簡単に全開取れたらサービス終わっちゃうよクラクラっていうところから来てる寂しゅうっていう戦術名ですね。まあ、ただ実際には全然終了するほど簡単ではないんですよ。難しいんですねこれ。勢いで取れちゃうことはあるんですけど、これを確実に決めてもう必殺技にしているのがね、GS さんにいるジュンクさんなんですね。これを今日は見ていこうと思います。久しぶりにジュンクさんのサビ衆をこうね、話できると思って、もうワクワクが止まらないというところなんですけども、どんなところに見てほしいかっていうと、攻めのパターンを覚えてほしいんじゃないですね。どういう考え方でジュンクさんが攻めてるのかっていうところを、まあ僕なりに違ってるかもしれないけど、噛み砕いてお話ししていきますのでね、もしジュンクさん見てたらコメント欄にコメントくれるかもしれないので、コメントがあったらね、ちょっとそちらの方も合わせて見てもらえたらというふうに思います。はい。というところで、前振り長くなっちゃいましたけども、まずですね、今回のリーグ戦でジュンクさんが狙ってる村ってどんな村なんだろうなと思って見てみたら、シングルインフェルノが2本以上ある村、これを基本的にジュンクさん狙っています。で、攻め方はいろいろあるんですけども、まずはね、これを見ていただこうかなというふうに思います。これですね、ジュンクさんのクエイクを4つ持っていって、ジャンプ持っているイエティスパーチャ。最近ね、イエティスパーチャがなんかね、ジュンクさんの中で結構、なんだろう、惜しいな感じがしますね。序盤ジャンプを打ってますね。このジャンプ打つのはね、スーパーウォールブレイカーじゃダメなのかなっていう気もしたんだけど、テスラが生えてくるとこととかを危惧したのか、ないしはスパユニの開放枠がもう別にあってちょっとダメだったのか分かんないですけども、これにいずれにしても壁をちゃんと開けないとここの中にユニット入んないですね。壁が開くまでの間にこうスレッグ逸れちゃうんで、そうしないためにジャンプでユニットを壁の中に入れてからアラウッドランチャーで奥を開けるという順番にしていますね。で、両側はシングルインフェルノになっています。で、ここのタンホールにクエイクを当てていって、ウッドランチャーのランチャー攻撃プラスクエイクで、タンホールの残り HP ミニにミリではないな、センチにしてますね。はい。センチってのもあれだけど。で、フリーズを当てていって、クロークであったりここを撃破していくと。で、ロイヤルチャンピオンでシングルインフェルノを狙っていくという形ですね。ホーミングシュートをしっかり貯めておいて、フリーズでシングルを止めていくという形を作っています。で、このね、サビ衆っていう形のドバ出し系戦術をする場合って、ユニットの体力って結構軽いユニットを入れるんですね。ネクロマンサーであったり、今回で言えば、スーパーアーチャー、ボーラー入れるパターンもあったりしますし、スーパーウィザードを入れるパターンもあります。みんなに体力1000ないんですよね。だから、そいつらを、やられないようにしていくために、前衛に今回はイエティがいたり、まあ、ゴレがいたり、ネクロの場合にはスケルトンがいるわけなんですけども、マルチインフェルノってそういうところを無視して攻撃してくるんで、まあ、すごく嫌なんですよね。で、そういう風な、マルチインフェルノの仕事をさせたくないわけなんですけど、だったら初めからマルチない村選べばいいんじゃないのっていうところから、こういうね、村選びができているかなという風に思っています。パーチャの残り方がえぐいよね、これ。何体いんのこれ。もうすんげえ、なんか、ババ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 ってなんか矢が飛んでくんだけど。すごいな、マジで。はい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 。ここから先はもうね、ゴーレム、キンプの爆弾状ですね。ごっつ。ごっついな。どこにあるの？あ、カドテスラか。はい、これで追っておしまいっていう感じですね。まあ、カドテスラはちょっとね、後でまた、もう一回、このリプレイ見たかったんで、置いておきましょう。で、今回ですね、マルチインフェルノここにあるんですよ、1本。あるんですけど、これ序盤のトーム中に折れちゃうんですね。なので、ここにジャンプを打って、なるべくスムーズにマルチインフェルノを壊すっていうこと。あと、もう2つ、怖い防衛があります。何かっていうと、これですね、投石機。あとはタウンホールですね。これをきっちりと、壊すルートを作っていかなきゃいけないっていうのが、もうジュンクさんのこの、サブ集では基本中の基本として押さえてるポイントだと思うんですけど、今回で言えば、まずさっき言ったように、これとこれは、トーム中にジャンプを使って折っていきますよね。スピーディーに折っていきます。なので、
あ、そうか、ウォールブレーカーを使うと多分こことここに壁を開けなきゃいけないんだ。だから丸ごと、あと丸っと1個ここにジャンプ当てていって、両方にジャンプ1枚でアプローチできるように多分ジャンプ使ったんですね。もうスピーディーにトーム中にこれ壊していかないと、あの主力となってるイエティだったり後ろにいるスーパーアーチャーが一網打尽にされる可能性があるので。でさらにウッドランチャーでこの投石機にダメージ入れていって壊していくんですね。でそのウッドの、直線上に当然このパンコールがなきゃいけないんで、ここからウッドを出すことによってウッドの攻撃がこの投石に入るようにします。でそうすることによって怖い2個目の施設投石機の2つ目も追っていくという形を作ってるんですね。でいやこれたまたまだったんじゃないのっていうふうに思うかもしれないんですけど、まあ、次あともう2本かな、アタック見てもらうとたまたまじゃないっていうのがね多分ね分かってもらえると思います。すんげえねこれ理にかないまくってるんで、ちょっと見ていきましょうか。次はね分かりやすく順番いくとこれを見てほしいなと思うんですよね。2の13とこれジュンクさんのね、はい、今回の村ちょっと一回止めますね。まあまあ大砲とかアチャ島のレベルは低いんですけども、タウンホール14のタウンホールレベルはマックス、投石もレベルマックス、クロスボムもレベルマックスって感じですね。シングルがまあ2本あって、マルチが1本あるっていうこの配置ですね。で、この配置に対してどうアタックしていくかっていうと、ウッドランチャーここから出していくんですね。ここからガーンってこういう風に。なんでかという話ですね。投石機はこことここにあるので、今回は投石機にウッドを当てるパターンではないんですよ。だけど、なんでかっていうと、このマルチインフェルノっていう防衛は、ウッドランチャーが壊れる前にウッドを投げますよね。あのウッドで壊せちゃうんですね。で、さらに怖い怖い投石機1個はライトニングで序盤に落ちちゃうんですね。はい。これをすることによって残った怖いものって、マルチ、投石、タンホール、ここにみんな集まってるじゃないですか。じゃあどうすんのって言った時に、この角っこからウッドを刺していって、まずシングルはね、そんな怖くないです。イエティがやられてもミニイエティが出てくるんで、イエティってこうやられ損っていうのがあんまないんですよね。ほらミニイエティがこうやってシングルの竹取ってくれてるじゃないですか。その間にババキンが突っ込んできてシングルを壊しちゃうっていう感じですね。フォームをかけていって、さらに壁の奥を開けていきながら、これマルチインフェルノにきっちりとウッドが突っ張ってますよね。でそうなってくると投石ここにありますけども、アーチャークにはこれ刺していける。さらにアーチャークにそのままタウンホールも壊していくっていう形が作れます。でロイヤルジャンピオンもね早めに出していってますね。さっきの攻めもそうだったんですけども、もうサビッシュやる場合って序盤にもしもロイちゃん出せるなら出した方がいい。で出せるかどうかのポイントって、ロイヤルジャンピオンが序盤でやられちゃうようなところに出さざるを得ないことにならないかどうかですね。今回で言えばイエティがこっち側にこう歩いてきていて、ババキンもここにいたわけなんですよ。キングね、キングとまあイエティがこんな感じになってたわけなんで、この部分の区画って割と、ダメージがこう分散しているからロイちゃんにダメージ入んないですよね。そこを見計らってロイちゃんを早めに出していくという判断をしたっていう感じですね。で、さっき言ったようにアーチャークイーンがしっかりとタウンホール壊してくれながら、ぐるっとね、ユニットが回りきってて前回まで戻っていくという形です。お見事すぎる。お見事すぎますよね、これ。いやーなんかね、やっぱり理にかなってんですよね。ジュンクさんのこの旅集ってすごいね、理屈だって組み立てられてるから、前にカリーさんのドラゴンを教わった時もそうなんですけど、やっぱね曖昧にしないんですよね。でもう一回これねちょっと流しながらいきますね。ここを壊したじゃないですか、クエイクライトニングでゴーンってこういう風に。でそうなった時に、まあ、この丸つけておきますんでね、この部分、そこに対してニットがどう流れるかぜひ見ていってほしいんですよ。ここを壊していきましたね。こうなっている、この白く囲った部分っていうのが要はユニットがターゲット取るものがない場所なんですよね。ここに石を置いてるようなもんなんですよ。なんかこれなんだっけ、キングダム読んだことあるシリーかな、言うとわかるかもしれないんだけど、リボクっていうねものすごいその軍師が使う流動っていうのがあるんですね。でそれ何かっていうと、たくさん来るその兵士たちがその石、岩があるとそこを迂回するようにこう歩いていくっていう。でそうなることによって実はね、ユニットが散らばらないんですよね。兵士が散らばらないで狭い通路を歩くような形になっていくわけなんですよ。この考え方がまさにこれで、ここに岩があると思うと分かりやすいんですけど、ほらほらほら、キングとかさ、アーチャークイーンがここに
溜まりますよね。で、イエティも来るでしょ。ここに溜まるんです。で、今度逆側、外流れたユニットっていうのは、この壁の中のここから、ね、ダメージ受けることもないから、きっちりとこっちをぐるっと歩いていく。要するにユニットが、ここがね、壊れることによって、ここを歩くやつ、ここに行くやつ、こっちに行くやつっていう、3つに分かれていくわけなんですね。で、ここにもしも行っちゃうと4つに分かれちゃうんですよ。この4つに分かれちゃうポイント。下手すると、この壁の部分、ここを殴って、ここに入り込もうとするやつがいたりするんですけども、そうならないんですよね。きっちりこれを迂回するように、こうユニットが流れていく。あしゃくになんかこう流れてるじゃないですか。で、こっちもこう流れていく。ここに石があるからこそ、そこを迂回するようにこう流れてくるんですよね。こういう風な流れを作るっていうことですね。で、それができるから、中心部分に入った、例えばキングだけこっちに行っちゃって、クイーンはこっちに行っちゃって、で、それぞれやられちゃうみたいなことが起こらないわけなんですね。歩く2ロボをライトニングで壊すことによって作る。で、その壊す防衛っていうのも当然何でもいいわけじゃなくて、ライトニングで壊す価値がある防衛、つまり投石機を壊していくっていうこの考え方ですね。これが、いやー、すげーなーって思うな。本当に、これね、見つけるのが難しいっすよ。ほんと。後で見れば、なんかその理屈ってなんとなくわかると思うんですけど、そのポイントを見つけてプランニングを立てていくっていうのがね、ガチむずいと思うんですよね。そこ、ジュンクさんやっぱすごいと思うんだけど、まあ、でもやっぱりね、今言ったようなポイントにこう気をつけながらやっていかないことには、おそらく、身につかない発想だと思うので、まあ、そこはね、諦めずにやっていくしかないのかなと思いますけども。はい、これもね、この部分。投石機、シングルインフェルの、グランドボテン。ここに一気にクエイクからのライトニングを打っていくって感じですね。ちょっと一発ちょっと多分ずれましたね、これね。シングルがミリ残りしちゃって、これ大金が回復させちゃうんですけども。まあ、これ多分誤算ですが、まあ、シングル3つの村ってよね。これもう2本じゃなくて3本ともシングルなんで、こうなってくるとね、なかなか止められない。で、この、イエティネクロボーラー。まあ、昔はジュックさんゴレネクロボーラーでやってましたけども、今、イエティのレベルが、タウンホール14の新レベル来たことによって、多分イエティに変えたのかな。ミニイエティが出る量も増えてるんでね、安定しやすくなるというところで。で、まあ、特にシングルインフェルノがある場合なんていうのは、まあ、イエティがすぐ溶かされちゃうので、違うわ、ゴーレムか。ゴーレム持っていくというよりは、イエティみたいな小粒系、まあ、小粒ではないんだけど、やや、コストが軽いユニットを持っていくっていう選択もありなのかなっていうふうに思いますね。で、ラツイングでこの部分壊しちゃう、この部分ですね、そこを迂回すればこういうふうにユニットがこう流れるんですよね。こういうふうに流れていくというところで、見てもらうとね、これほらユニットがここに集まるじゃないですか。ここに集まっている、ここに行かないんですよね。行かないからこういうふうにここから歩いていくんですよ。こっちもこう行くんですよね。はい、というところで、バラバラになって、かっこ分断引き離されちゃうっていうリスクを減らしていくというところですね、ができている。まあ、それがこの、ライトニングの効果というところなんですけども、これは、どうだ？折れるか？折れ、結構際どいけど折れましたね。はいはいはい。で、あとロレーチャンピオンが回っていくという感じですね。タウンホール14の関数もこういう攻め方で取れるんですよね。だからシングルインフェルノの村をしっかり狙って、ユニットの流すルートを作っていく。ここを壊すことによって、この部分っていうのは別にいいんですよ。黙っても溜まるんですけど、この後ですよね。こっちに行かずに済むんですよ。こっちに流れていく。で、これも同じこっちに行かずに済んで、こう流れていくわけなんですね。こっち側に流れていく。こういう流れをちゃんと作って、寄り道する部分を少しでも減らして、で、かつ、強力な、ね、防衛軍からのダメージを減らすことができる場所、そこにライトニングを打つというところだったりとか、あとはウッドランチャーで、厄介なマルチインフェルノを追っていくとか、いう形ですよね。あとは、まあ、投石機もそうかな。1、2本目のアタックっていうのはウッドランチャーで投石機だったり、マルチインフェルノを狙っていくっていうパターンでしたけども、まあ、そんなようなことをしながら、マルチインフェルノと、投石機、これを確実にカバーしながらタウンホールに対して、きちっとアーチャークイーンを当てていくっていうね、まあ、この辺の、考え方っていうのを、シングルインフェルノが2本以上ある村見つけた時には、この攻め方を参考にやってみてもらえたらというふうに思います。サビ臭ね、まだまだ強いと思うんで、ぜひ、使っていっていただけたらなというふうに思っております。はい、というところでですね、本日は、タウンホール14のジュンクさんのサビ臭見ていきました。
いかがでしょうか。こんな形で、私のチャンネルですね、クラン対戦の解説系の動画中心にやっております。タンフォル12から14まで幅広く扱っておりますので、この動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてまたこれからもご視聴いただけたら嬉しいです。では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。